いただき誠にありがとうございました。私、町の平和や、皆様を守るためにこちらに勤めておりますが、たまにですね、皆様のためにダンスを披露させていただいております。不祥
よ。Thank you.
さん、夕日列車にご乗車ありがとうございます。夕日列車はいくつか停車ポイントがございますが、列車が止まっているでは手や顔出したり立ち上がったりしないようお願いいたします。また本日大変暑くなっておりますので、皆さん水分補給など忘れずに行ってください。本日はご乗車いただきましてありがとうございます。これから皆さんを楽しくて愉快なレオランドの裏側にご案内いたします。皆さん改めまして、本日はレオランドへようこそ。さあ、目の前にトンネルが見えてきました。このトンネルを越えるとレオランドの裏側が見えてきますよ。動物たちの様子が変ね。レオランドに何かあったのかしら。皆さん、レオのお父さんとお母さんのタンジャとエライザがいます。でもなんか元気がないみたい。実はこの列車には動物たちの言葉が少しだけわかる特別な装置がついているんです。このスイッチを押すと。どうしたのパンジャー。人間の皆さん、実は私たちの息子レオとその友達のライアが少し前から行方不明になっているのです。仲間たちで手分けをして探しているのですが、どこにも見当たりません。レオとライアが行方不明？私たちも一緒にレオとライアを探しましょう。みんなで探せばきっとすぐに見つかるはずです。パンジャ、もしレオとライアを見つけたらこの鐘を鳴らすわ。皆さん、レオとライアの捜索に行きましょう。出発進行。皆さん、白い小さなライオンと茶色の可愛らしい女の子のライオンです。ジジイさん、知りませんか。レオとライアが行方不明。そうか、それは困ったの。おお、そうじゃ。少し前にレオとライアが歩いているのを見たの。なんでもここに遊びに来る人間たちに何か素敵なプレゼントを用意したいと言っておった。もしかしたらこの先のお花畑に行ったのかもしれん。心優しい人間の皆さん、どうかレオとライアを見つけてやってください。皆さん、この辺りにレオとライアがいないか、みんなで大きな声で呼んでみましょう。せーの、レオ、この辺りにもいないようね。レオ、ライア、やっぱりお花畑にいたのね。無事にお父さんたちとも出会えたみたい。レオとライアは私たちのためにこんな素敵なプレゼントを用意してくれていたみたいです。皆さん、カメラをお持ちでしたらぜひレオとライアの素敵なプレゼントを撮影してあげてください。日が暮れる前に無事にレオとライアを見つけることができて本当によかったわ。レオ、ライア、素敵なプレゼントをどうもありがとう。
ありがとう。皆さん、今日は遊びに来てくれてどうもありがとう。皆さん、そろそろ出発の時間です。Thank you.